サガフェスオンラインボリューム34。こんにちは、ヒバリのボーカル兼トラックメーカー野口ひとむです。ボリューム34も3本立てでいきます。まず1個目がベース弾き語りのシンガーソングライター佐藤智美さんのライブとインタビュー。2個目、町田市鶴川に誕生した新たな名所エッグレッグデパートメントのオープニングパーティーの様子を撮りました。3個目がひばりが2022年にあったフィリピン編成のツアーレポートのパート13。今回のパート13でフィリピン遠征レポートは完結編です。シャイオフェスオンラインボリューム34もそんな感じで送ります。じゃあどうぞ。佐藤智美さんです。こんにちは。はい、こんにちは、ありがとうございます。そもそもベース、大学生の時にベースを始めて、でなんか先輩たちとセッションしようってなって、そこにたまたまいた私が呼ばれて、で集まったのが楽器の人たちだけだったから、じゃあ歌う人がいないから歌ってって言われて、その時になんかなし崩し的に歌った感じです。はい、それまでピンボーカルとかしてました？してないです。してないです。というよりも歌は歌いたくなかったですね恥ずかしいから。内容は日常です。なんか日記書いてるみたいな感じで、なんか言葉で伝えるのが恥ずかしいから歌詞書いてるみたいな感じです。心がけてることは、まずは自分が楽しむこと楽しむことです。もう一個なんかあります？もう一個は、私すぐ目つぶっちゃうから目をつぶらないようにしようと思ってて、なんか星野源さんか誰かが言ってたんですけど、あんまりライブ中に目をつぶるのは良くないって言ってたような気がする。なんかうる覚えだけど、なんか言ってた気がして、なんか怖がってるように見えたりとかするから、ちゃんと目を、まあ、あの要所要所でこう演出的につぶるのはいいかと思うんですけど、なんかねギュッてつぶっちゃう癖があるから、つぶらないように気をつけてます。日々の中を通り抜ける列車は、ひとつひとつひとつずつ大切なものを残して、カラカラ悲しんだりしてる人たちを思い、ロリソロリ。
一度一つずつ大切なもの残して」私がいる悲しみの欠片は
けて、隣で休み。Thank you.
they don't have anything for another but I don't want to buy fruit that you just eat on, like if they've got a skin to it, it's not a good street market. I think you just have a little try of different fruits on. If I'm going to tell you, I would get into a coconut. すみません、チャンスに変わった。僕は足りないんです。
That's good. Thank you so much, yes. Brother. That's good. Yes. Anyway, it doesn't actually say. Give the phone. Look at his hat. Yeah. He's got sécurité. Yes. It's French. Bonjour. It's for army colonel. Hello. He says he's security, but he steals Hamari's phone. No, he told me. He told me. That was a great set, man. That was a really great set. Well done, Hibari. Well done. Thanks. Oh, there's four, so we're definitely... No. Yeah. Then I'll see. If you... They're like this, and they look up and they see right in the middle of it, and it, like the blue sky above it. Yeah, yeah. And they go like, oh, that's what's in this thing, you know. It's really cool. It's really cool because they're basically just mini cyclones. シャウフェスオンラインボリューム34いかがでしたか。次回ボリューム35はラッパーのユーマくんのライブとインタビューを中心に送る予定です。じゃあ次回もお楽しみに。じゃあねー。